遺体もなしで死にましたじゃ母親としたら納得できねえだろ。冗談言うな。振り返れば来た道がなくなってんだぞ。後で戻る余裕はねえだろ。追いつくな。俺が死んだらお前も死ぬんだろ。それが嫌なら協力しろよ。グラさん、目隠してる人多いな。脱サラってなんで初めから呪術師になんなかったんすか？言われなくても認めさせてやっからさ。もうちょい待っててよ。人の頭バカつか殴りやがって。これ以上バカになって。誰だよ、アイドル興味ねえよ俺。ケツとタッパのでかい女の子かな。ああ、そういやなんか今朝は騒がしかったな。君のコスプレは顔はよくできてるし変わらないな。やっぱり小さい頃よく遊んだあの見かりだ。いや逆にこのタイミングでよかじゃなくて気にするな。今日も最高に可愛かったよ。二股していいか。一緒に彼女に聞きに行かないか。咲ちゃん、水瀬さんのことどう？実はさっきこの水瀬さんに告白されて二股するしかないと。二股するしか。そりゃ怖いからな。今日だって貯金箱のお金が減ったっていう通報だよ。何かの間違いで捜査一課に来ちゃった。貯金箱が壊れたことを絶対に隠さなければいけなかった理由はこの川辺にあります。殺しです。ピーマンを最後に加えて野菜は大きさを揃えて切って食感を良くする。何が適当に。冗談でも言うな。そんなことバカ。旬はそのままでいいんだよ。悪いのは俺だ。至急至急浮気場3番から幅80センチしかないとはいえ二人寝るのは決して不可能ではないはず。これなら体が一部重なっているので足りない5センチは十分補えるはず。あとはこうして抱き枕のように抱いて寝るとか。でもこんな夜遅くなってギルドはどこにあるんだ？冒険者ギルドだよ。最初の村にはあるはずだろ。冒険者たちが情報収集するために集まる職業組合みたいなところなんだが。そうだな、この世界には魔王とかもいなさそうだし。前と比べたら今の暮らしは。これが入部テストですか？三大貴族で生徒会長、レベッカ先輩はすごいのですね。拝見いたします。王国内に帝国の密偵ですか？もちろんだ。君の席は初めから空いている。多分成長促進っていう恩恵があるからだろうな。自然を愛する者へと進化、世界から寵愛を受けるってなんだ。アルウェイン、シルス村の農民です。目的は野菜の納品。これが通行証です。何？どうりで最近やたらと腹が減ると思ったら。姫はなぜ地球を壊したいんですか？姫が来るまで生きてられれば勝ちだしな。時間稼ぎが主題になるわけか。あ、機動力にテーマを絞って能力を伸ばしていき。おかしいでしょ。俺はバドの戦士として呼ばれたんです。バドは好きだし練習も手は抜きませんけど、慣れ合うつもりはないですから。はあ、長い一日だった。白鳥美琴です。よろしくお願いします。言っとくけどここはオールランドサークルみたいに遊ぶとこじゃねえからな。嫌なら今すぐ帰れよ。残るんなら今日は一日働いてもらうからな。グライダーは重心食らわないように座席に重り入れるんだよ。何キロだ。言っとくけどな、俺ですらまだ一緒に飛んだことねえのにお前みてえな小デブ乗せてまっ。なんか久しぶりに来たけどちょっと雰囲気変わったか。たく、なんだってんだよランのやつ。何かやらかしたのか。なんかちゃんと考えてちゃんと行動してんだな。うちの手伝いはしてるよ。でもこのままただ大人になったらアスミはなんて言うかなって考えちまって。でも海抜群の隊員なら成長抑制を受けてるかもしれないし。カサネとナオミって他に年の離れたお姉さんっている？ごめん、メッセージが来た。ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。あ、全然そんなんじゃないです。
自分の小遣いっていうか。じゃあお先失礼します。何してんの、あんなところで。そんな風に見えないけど。全然そんなことは。え、これ何かやった方がいいんですか。これ何なんだよ。南さん大丈夫。僕こんなことのためにせっかく売りだったわけじゃ。はい。普段は酸素と栄養のやり取りをするだけで通り抜けているので。たかが酸素を運ぶだけなのにまともにこなせず。僕は閉めた。ええ、やはり例のマフィアダスクが絡んでいるようです。ドックは国からほぼ独立した自治を行っています。だから町の支配を奪って治める側に回れば相当の旨味がある。はい、個性的っていうか無個性な人たちっていうか。小さい水たまりだと今度はこの子の食べ物がないんじゃ。大丈夫ですよ、皆さんのこと神様は信頼してますから。デザインはお任せでってことですし。あ、小型化なら虫部に持ってったらどうですか。相談に乗ってもらえるかもしれません。こちらこそありがとうヒーロー。そうだね、世界を救いヒーローと僕の全国大会も終わった。やり残したことはないかな。僕もしばらくは忙しくなると思う。しおりのこともあるし個人的に考え。バウマイスター喫茶家の蜂なんで、ベンデリン・フォン・ベンのバウマイスターです。ベルって呼んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。あんなに楽しそうに笑って今はやめとこうかな。よかったらこのお金でご飯でも一緒に。僕みたいな凡人には全国目指すことさえ夢みたいなことなんだ。実力に見合わない夢を持つほど子供でもない。それだけは分かっといてほしくて。ほおずきさん、あのこないだごめん。それからさっきはありがとう。余計なもの加えたら本来の味と香りが台無しだからな。で、なんで野田たちとつるんでるんだ。あいつらってさ、本当笑えるよね。正義の味方ぶったりイケメンと勘違いしてたり、あと暗黒神だっけ。マジ意味ないよこんな話。いつかは死んで苦しいことも悲しいこともなくなる。分かってるのはそれだけだ。先のことは誰にも分からない。なるようにしかならないんだ。意識みたいなものは残ってるけど、あれはもう命じゃない。永遠の命なんてないんだ。二人に何をした。貴様どこへやった。二人を。しかも左手首にしていた腕時計が右に。まさかここは。違うね、死ぬのは僕の能力を見るお前の方だな。パープルヘイズ勝三郎様に紹介してもらって、八家のお屋敷へもつくも神を貸し出した方がいいですね。根付が元いた場所に帰っているかもしれないから。いえ、何でもありません。それより許嫁の早苗様はとても美しい方だそうですね。姉さん、勝。あ、はい。金さんとは前の主からの付き合いだけど、舞台に入ったのは今回が初めてで。僕は堀川国広。金さんと一緒に新選組の土方歳三が使っていた脇差しです。怒るって誰が。そうか、病院の書類を見れば住所と氏名が分かります。宇都宮さん苦戦してるみたいですね。病院は見つかったみたいなんですが、書類に書かれた住所も名前も偽物だったそうです。そんなこと言ってる場合。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた時、奇妙なものを見つけたらしいんだ。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランは。それが死んだはずの味方が襲ってきて。あれは。ええ、もちろんですが、その事前に注文を伺わないと。そうだね、やります。試してみたいことがあるんです。いい。いない。評価の魔女は王宮を出る。今城には女王ただ一人だ。あいつは
デリック・アーデンはこの学園にあってはならない。校則第5条、全ての生徒は校長のもと平等でなくてはならない。しかしよく本当の意味に気づいたな。ヤーナは本当に虫が嫌いだよね。みんな大きな怪我がなくてよかった。あ、いや、なんでもないよ。残滓、一体何に怯えたんだ。今回は俺からじゃねえもんよ。娘さんを僕にください、お父さん。二人と一緒に学校通いたら面白いだろうなって。そんかし、俺と仲良くしてよね、二人とも。あんま俺のことを存在に扱えねえから余計腹立つんだろう。さっきは君たち1年生の演奏を聴かせてもらったので、今度は僕たち 2,3 年生の演奏を聴いてもらえればと思います。定期演奏会は毎年オケ部が夏に行っている大きな演奏会です。それじゃ次の定演であるビバルディから行こう。相変わらずですね。一家を出されたからってそんなナイーブな正義を振りかざすことないでしょ。大丈夫だと思います。目を覚ましたらお酒を買いに出かけて行ったので、すっきりしました。兄を悪く言われても僕は口答えすらできなかった。気になさらないでください。今なんか書いてんの？この前夜にコンビニで偶然会ったじゃん。アマックスの兄ちゃんと一緒にいたのも偶然。有馬さ、前に天草の兄ちゃんとは付き合ってないって言ってたじゃん。悪い、なしで。俺、僕はアンジェロ、アンジェロ・パーカー。ダニエル親方の画家工房で徒弟として働いてるんだ。弟子になる条件として無茶振りされたって聞いたけど。そんな、あんまりだ。女の子にあんなもの運べるはずないじゃない。遠慮しなくていいんだよ、俺こう見えて結構力あるから。なんだよそれ。僕はもう知ってるんだぞ。ずっと不器用なお前が普通の幸せを手に入れるのを願っていたんだよ。いつからこんなことになっちゃったんだよ。ああ、もう少しね。いずれは大掛かりにやることになるだろうから。あの、草津がどうかしたんですか？もし僕でよければ力に。ああ、その通りだ。だから彼女も僕らにまではたどり着いていない。けど、学園内での行動は控えよう。それ、結城様のつもり？こちら、ギガス3！ クリバの負債、存亡甚大！ユリ！くそ、機体が！